贅沢だし。やりますか。おはようございます。じゃあ今日最初にチケットに買いに来るじゃないですか。バン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 、何でもいいから出て、はい、じゃあ最初に言った人の方が楽で、はい、全員聞くから、うん、一番最初に決めたあれ、世界一まるまる時間にしよう。出てほしい人。めっちゃ出てほしい人。はい、お願いします。あら、もう。あら。はい、次。大丈夫。
歴史大きく出たね。何どういう感じですか。歴史に残るってどういう感じなの。歴史に残るというか、縄文世代の電気から今のね、何が一番。ああ、昔と今を比べて電気は一緒なのかとか。なるほど、なるほど、面白い。Thank you.
ろんなんで覚えてるどっくらい広いのかよく考えるとよくわかんないこといっぱいあって何が正解かよくわかんない。でそれを考えるには正解かこれか確実にこれっていうのが分かってることは知っといた方がその次にだから、まあ、これはやっとくとできなくても知らない正解があることを、まあ、これもあれだなって分かってるとほとんど僕らが気になることは考えても正解がないわけです。何が涼しいってどういうこと？寒いってどういうことですか？よく考えてよく分かんないでしょ。なんとなく違ってる。今日考えてきてくれたのもいろいろあるんですけど、どうやって伝えたらみんなによく伝わるかって考えてくれたんですけど、どうやって伝えたらみんなに伝わるかはよくわかんないでしょ。やってみないと正解ないんですよ。でやって一回やってみて、あこれぐらいの人に伝わったらもっと100人に伝えるどうしたらいいかな、延々とより良い答えがあるんです。でそういうのを繰り返すことを研究するんです。それで研究者なんで分かってると思うんですけど、めっちゃ頭いいんですよ。分かるでしょ、もう滲み出てるこの感じです。だからみんなに教えてくれる簡単に頭が良くなる3つでこれ守ってれば絶対頭になる。宿題の態度じゃないかな、絶対誰でもいい、絶対誰でもいい。まずね、頭良くしたい人はね、でっかい声出してもらう。俺の声頭いいの？でかいでしょ。最初、おはようございます。でかい声出してみんなでかい声出してあれまず大前提、声が大きくならないとどんなに勉強しても頭が回らない。まずね、大きい声出すと頭のスイッチが入ります。で、回りします。で、まあすごくよくできる人もいるし苦手な人もいるかもしれないけど、まず 100% 出さないとしょうがない、ね、まずスイッチ入れて 10% しか回ってないのを 100% まで持ってこない。超頭いい人も 50% でやってたらもったいないでしょ。まず自分にスイッチ入れない、これが大きな声出す。だから挨拶しましょうって言います。学校で皆さん挨拶しましょう。そういうことです。2つ目ね、これ2つ目は簡単でしょ。自分がどうしたら楽しくなるかを考えます。自分がだったら自分の好みに、今日もこれから2時間なんかやるけど、だから2時間過ごすときにどうしたら楽しくなるかは自分しか知らないです。分かる？でまずスイッチが入って 100% まで来て、どうしたら楽しくなるかなって考えたら必ず入ってくるんです。こうしたらどうですかって言いたかったのはこういうことなんで、調べててよく分かんなかったけど今ひらめいたとか人の話聞いてたらそういうことってなるんですよ。で3番目が今日これからやることなんですけど、まあもう今日やったまず勉強したらちょっと頭良くなるんですよ。でもそこで止まってる人はその先になかなか行けないので、そこの先に行きたかったら教える。例えばオームマッチとヌマッチ超頭いいんですよ。バカだと思う。なんでかって言うと毎日人に教えてるから、人に教えるってことは超頭
かってない、教えてないから。だから、さっき4の町は3層って言ったんですけど、ね、答えは4割です。なんで4割なのか、答え4割って分かってる。なんで4割なのかを教えるには超勉強しないと分かってる。教えてないわけ。でめっちゃ勉強してる、超当たり前。ただこの問題どうですか、4割ですって解いてるだけなんだと、この4割だからどうして4割なのかっていうのを全部言える。人に教えてもらうとした人は2枚3枚これで頭がいい。分かる。はい、俺はね、どれぐらいね、頭がいいかはね、あの YouTube で分かる。2000本のモテ作動画は分かる。だから俺の自己紹介はあまりしない。ちょっと言っとくか。一応ね、僕ら日本に住んでるじゃないですか。で、僕が研究してるのは、南に3000キロ行って、熱帯のインドネシアとか、全然別の国の天気を研究してる。何のためにかって言ったら、全然関係なさそうじゃないですか。インドネシアが雨です。今日もあれ何の関係もなかった。関係あんねん。つなげてくる。っていう研究です。はい。だからは毎年インドネシアに行ったんです。船で行ったんです。すごいもの使ったんです。はい。はい。まあこんな感じだ。それでね、ちょっと、せっかくだから、まあ、俺の自己紹介を適当にしておいて、俺の仲も紹介して。うちは奥さんも元気なんですよ。で、この人のことを調べれば、あ、この人と一緒にいるってことは、この人だなって分かってる。大体どの人と仲がいいかで、その人と仲がいいかで、すごいよ、気象よ。なんか似たような人が多いんだよね。この人も YouTube にいっぱい載ってるから。まあ、顔と名前だけ覚えて、あと気になったら。2週間ぐらいかかります。
2週間かけて行って、ここに1ヶ月ずっと行ってくるからね。風が強いのがどうのこうのって言ってたけど、風ってどうやってかかるの？これ風船にセンサーが出る。で、風船って風で流されていくんだよ。風で流されていくんだよ。どれぐらいのスピードの風で流されたかで、この風船の場所がどんどん変わってくる。どこにいますってずっと電波で送ってくるんですよ、ね、そうすると、例えば 1000m 上ではこれぐらい風吹いてるかなっていうのをこれぐらい強いだから風 10m かなというふうに測るんです。これを1ヶ月やるんですよ。その風船を上げるためだけに。あとはわざわざ浮かんでるのは陸の上は人が住んでるから人が測れない。海の誰もいないのでわざわざ船で出かけて、海の上の風が分からないと陸にどんな風が吹いてるか分からない。それで海の上のこれ今水温を測っているんですけど、どんぐらい高いこの辺は30度ぐらい。これ毎日測るんです。で、海で空気が温められて、こっちは気温30度。でも今日本は気温何度くらい。だから気温の差ができるじゃん。こっちはこっちは地上温度で。ここは僕が行ったところは。温度と30度は不公平じゃないですか。それは平等にしなきゃいけない。平等の方がいいです。だからここの30度とここの5度を混ぜるために風が吹いてるんです。台風って毎年来るんです。ここでできるんです。30度台風来たら嫌なんだけど不公平だから止めないの。30度の熱やるんですよ。君ら寒いとこにいて返そうだった。ここで30度もちょっともらいすぎちゃったから上げるよってやってます。風って今は冬だからさ、北風からバンバン吹くじゃん。そこ5度でビューって吹くじゃん。吹いた風どこ行くの？ここまで行くの？こっち5度で吹こうやから、こっち持ってって、代わりにこっちをこっち持ってくる。これが夏。こっち5度で不公平だから、これこっちに持ってくる。これが冬。それで公平になるんです。熱帯は一年中夏だ。不公平なの。その不公平を回すために日本は5度になったり10度になったり30度になったりするじゃないですか。熱帯から熱が入ってくるのが夏です。で寒くなっちゃったら北側のビューって流してるのが冬です。で、その不公平を直すために風が吹いてる。夏はその不公平を直すために熱帯から台風がやってくる。
って平和になるんですね。平和とか一応いたらはい。で、研究は何って最初にちょっと話しましたけど、大体ね、広告であるんです。これ繋がってんじゃねえかな、気になることたまにあるんです。なんでこれとこれ繋がってんじゃねえかな、それこれ繋がってるからなと思ったら、本当に繋がってるかどうかを確かめるんです。それが研究の役割です。で、なんでもいいんだけど、なんかこれ繋がってるなって見つけちゃったら、それ正しいか間違ってるか知らないですけど、その辺に大体自分の才能があるんで、気になること全然違うじゃないですか。俺は寒いのが気になる、俺は暑いのが気になる、私は辛くなるのが気になる、全然違うじゃん。綺麗って何だろう、答えよく分かんないでしょ。綺麗は何だろうなって気になる、その辺に才能がある、それを研究する才能があるんです。それで見つけたら人に教えると喜ばれるんで、間違いなく喜ばれる。教えると喜ばれて頭が良くなる。それが研究です。それをみんなでこれからやりましょうって話。まあ俺は仕事でこんな人の前に出てやったりしますけど。もう一回三原則、しつこいようですけど、まず大きな声で人が教えてください、はい、でどうしたら楽しくなるかを考えながら喋ってください。これから皆さん一人に教えてもらうけど、これからやるのは研究です。ただ僕がやるということで、やりますか。それでですね、じゃあちょっともう一回みんな立ってください。春夏秋冬って答えたら、春好きって書いてあると思う。夏秋冬だと大体I'm not going to do that.
Thank you.
Thank you.
その後は研究発表します。で、大体もう決まったかな、誰のネタにするかは決まってる、分かります。で、決まったらその自分の代表決まった人以外が出演します。自分のネタを自分でやるんじゃないですか、それ簡単だから。自分のネタをやってもらう代表者の人はディレクターになって、自分の仲間にこの発表はこういうことだ、こういうふうにやってほしい、でこういう順番でこういうふうにやったらみんなに伝わると思うっていうのを指示してください。で、残りの人は出演者です。全員が出演してください。必ず。喋っても喋らなくてもいいですよ。なんか役割があるんです。私はこれをする役割、これを動かすと、こうやると。私が司会をします。なんでもいいです。役割を持ってください、自分の。まず、ネタを決めた自分代表者ってディレクターだよね。残りの出演者何人かいると思うんだけど、私はここからここまでを司会する、ね、そしたらここのところで私が出てきてこれを出してどうこうして、こうすればいい感じでみんなに伝わると思うからっていうのを考えてください。そのシンキングタイムね。で、発表時間は1グループ、そうだな、 M1 にちなんで3分だな。ネタは3分です。中身をまとめて3分でみんなに伝えてください。これで発表はこれが適当にこのグループからやってみます。どうしましたら、これが鳴るから。そのグループで、一番良かったのを最後、グランプリ。優勝賞金は、1000万。Yeah.
はい、惜しい。腕。
顔して。早くしゅ。
Thank you.
Thank you.
ちゃった。
だけど、これだったり、あれだったり、気圧だったり、竜巻だったり、台風だったりすると思うんですよ。こうしましょうって言ったら、そうするよね。一番影響でかいんですよ。と思ったので、一番研究としては優れてるな。はい、今日はね、天気の世界一まるまるなアトラクションを購入してもできました？できた？世界一こうしたいっていうのは最初言ってくれましたけど、できました？それが、まあ、2時間だけじゃなくて、この後ずっと世界一丸々になるにはどうしたらいいか考えてほしいというのが僕は今日言いたかったことです。それではこれで終わりです。ありがとうございました。はい。